バンクル立山とは日本の競争馬である。2008年プロキオンステークスなどダートの短距離重賞を4勝をした。馬名の由来は打ち破る二冠無理名。近親に1985年天皇賞、1986年安田記念を制覇したギャロップダイナがいる。デビュー以来、ダート短距離路線に出走。脚部の弱さから順調にレースを使えず2歳から5歳。 までは13戦の出走に止まる。また、3歳児に後方からのレースを試みるも成果はなく、以降は先行からの先鋒を取られ続ける。2007年秋にオープン入り後休養を経て、翌2008年プロキオンステークス、さらに佐賀のサマーチャンピオンと重症連勝を果たす。この連勝により秋の目標を JBC スプリントに定めた陣営は10月。 東京坂月にて、重症3減症を目論むも3着敗退。これにより、収得賞金を加算できず JBC を除外となり、秋のローテは白紙、暮れの新設重症カペラステークスに登録はされたが、出走は見送られ、翌年以降に備え休養に充てられた。翌2009年黒船賞直後、同馬を管理する安大佐を調教師政拠に伴い兄弟子の武田。 広志9社へと、天馬や復帰2層目のリッドーステークスでは、重賞ホルダーながら12番人気と一気に評価を下げたが、休養明け2層目の変わり身を見せ金差の2着と構想を。続く、北海道スプリントカップを10年ぶりのレコードタイムで、優勝し3度目の重賞タイトルを獲得した。連覇のかかった、サマーチャンピオンでは、前年自身が作ったレコードを更新し、 重賞4勝目を挙げた。続く、東京坂月では、バンブーエールの外で、マークするようにレースを進めたが、直線で伸びをかき2年連続で3着に敗れた。続く、武蔵野ステークスでは先段でレースをしたが直線で、失速し14着と大敗した。その後、呉れの兵庫ゴールドトロフィーに2番人気で出走したが4着に、終わった。2010年は、 前年同様黒船賞から指導したが10着と惨敗した。続く東京スプリントでも10着と大敗した。連覇がかかった北海道スプリントカップでは中段追走も伸びきれず5着に終わった。3連覇をかけて臨んだサマーチャンピオンでは馬体重を大幅減に加え追走に足を使ってしまい5着に敗れた。そして 9月8日付で JRA 競争馬登録を抹消され、現役を引退、JRA 競馬学校で乗馬となる。母は立冬ステークスなど6勝。1999年のスパーキングレディカップでファストフレンドの3着に入った。祖母はギャロップダイナの全妹だが不出走に終わっている。ありがとうございます。